ブラック企業は嫌なら辞めればいいんじゃないのっていうのに、やっぱ僕もそこに入るんです。それはブラック企業っていうのはそこに入社しちゃうと徐々に洗脳されてきて、辞めちゃダメだというふうに思わされると、頑張らなきゃダメだと思わされる、でその他の判断を奪われると、だからその会社にいるしかないんだ、だから辞めれないんだっていうようなことをいろいろ言われるんですけども、正常な判断力がなくなってしまうから仕方がないんだっていうふうなことを言い出したらですね、それはどんな仕事でもどんな環境でも言えることなんですね。ブラック企業問題で僕が唯一思うのは、だからこそ人間は正常な判断とか論理的な思考能力を失っちゃいけないんだよとしか言いようがないんですよ。そんな状態になったらもちろん正常な判断はできなくなるのは分かりきったことで、その中にいるともうそれしか選択肢がないような気がするし、それは一夜明けてみたらなんであの時って思うんですね。でブラック企業に入ってる状態っていうのはその一夜明けないわけですよね。毎日毎日が一夜明けない状態であろうと。ではその中でまともな仕事をするしかないんじゃないのかなと僕は思います。ブラック企業って言われるところの大部分は入るときに得だと思うから入るんですね。つまりこんないい条件だ、こんな儲かる、世間に比べてこんないい話が実はあるんだ、世の中には秘密があるんだと思うからこそ入るんです。第一段階としてブラック企業の看板になってるうまい話につられて入っちゃうっていうですね、世の中をうまく渡り歩いていこうっていう気持ちがあるからだと思うんですよ。で、それ自体は否定しようがないんですね。っていうのは現在の社会がうまく動いてるっていうのは、世の中の仕組みをうまく渡り歩いていこうという人がいっぱいいたからこそ、いろんなビジネスプランモデルができて、いろんな商売が発達してっていうのがあるんですけども、合計したら僕はもう20年ぐらい教師みたいなことをやってるんですね。で、それを見てる限り大多数の学生というかですね、人間っていうのは平凡で凡庸で、そのうまい話を利用できるほど頭が回らないんですよ、正直な話。それは何だろうな、日本人の平均値って言ってもいいですし、普通の当たり前の人間はみんなそうだと思うんですね。で、そういう人たちに就職というふうなことで一斉に競争させて、で他人よりもちょっとでもいいところ、もしくは低い能力なりにまともなところに就職させようとしたら、やっぱりブラック企業みたいなところに引っかかっていっちゃうんですね。で、大前提として僕はブラック企業否定派ではないんですね。というのは、その雇用条件がノーマルである限り、つまり辞める自由がある限り、それはどんな働き方を社員に求めようと、その社員がいつでも辞めれるんだから僕は自由だというふうに思ってます。その意味ではすごくドライに捉えているんですけども、コメント、それしか選択肢がない、わかんない、それしか選択肢がないですか、会社を辞めるという選択肢がなぜないんだろうな、本当に違法企業もあるから、いやそれは本当に違法企業っていうのがあるんじゃなくて、会社に違法行為があるだけなんですよ。で、違法行為は違法行為をしないか、もしくは自分で納得してするか、どっちかですよね。コンビニで働いたって生活することができるホワイト企業ってあるんですかね。選択肢がないように錯覚する、そうですね、錯覚するんですけど、社会は案外助けてくれないもん。社会はもちろん助けれないですよ。その日本人全員が貧乏な時代に社会に助けてくれと言っても無理があると思います。中小だと利益出なくなって労働基準法守れない、もちろんそうですね。労働基準法、僕はガイナックスやってる時からやっぱり守ろうというふうに積極的に思うんじゃなくて、とりあえず納期があるんだから頑張ろう、その代わり普段は多少サボっててもなんか文句言わないよっていうようなやり方でやってましたから。で、さっきのですね、ほとんどの人間は平凡で凡庸なんですって話につながるんですけども、効率が悪い仕事が世の中大部分なんですね。自分がこんだけ働いたのにこんだけしかお金がもらえないっていうのが、まず仕事のスタンダードで当たり前なんですよ。1日に5時間とか10時間働いて時給が600円とか650円ぐらいの仕事がまず当たり前であって、それ以上のうまい話には絶対に裏があるか、もしくはなんか運不運の天秤があって、運が良ければいいんだけども、運が悪かったらドツボ踏むぞっていうのが当たり前なんですよ。仕事っていうのはそれぐらい効率が悪いものであって、もっと効率がいいものは何かっていうと、親の手伝いするとかですね、なんか親戚の家に行って稲刈りの手伝いする、その辺だったら効率が良くなるんですけども、本来働くっていうのは働いたらそれ相応の
当たり前の見返りがもらえるもんではなくて、かなり僕効率が悪いもんだと思うんですよね。正直な話、世の中の仕事の 99% というのはそんなもんでしかないと思うんですけども、それをそうじゃないように見せかけている、なんでしょうね、この世の中全体の嘘についつい乗っかっちゃうのも、まあ、分かるは分かるんですね。というのはそういうビジョンを作る人たちっていうのは、そういう人たちこそ人よりちょっと頭が良くてイメージとかを作るのが上手い人だから、やっぱ騙されちゃうんでしょうね。そのブラック企業なんですよって言ってる被害者の人にどうしても同情的にならないのは、僕が自営業を長く続けたというのもあると思うんですね。というのは自分で会社をやってみたら、社長こそがそのブラック企業の一番のその被害者だっていうかですね、本当に週に7日仕事のことを考えて1日24時間仕事してないと自分の会社なんてできないですよね。でようやっと仕事が成功してきたら、いやいや人に仕事をもう体から引き剥がすように自分から仕事を奪って、で部下に任せて任せて任せて、でやりたくもないパーティーに出たりして、現場から離れていったらようやっと後ろの人間が育ち出すっていうのを見てるとですね、なんかそういうふうにして大きくしていった会社にですね、新入社員が入ってきて、ブラック企業というふうに言ったらですよ、俺だってそのそいつらに並べてどつきたくなると思うんですよねという話が前半ですね。ではですね、自分の娘が、まあ僕娘がいるんですけども、我が子が、我が兄弟がブラック企業に行くって言ってたら反対することは、それは大反対するに決まってると。次にブラック企業というものの存在自体はどう思うかって言ったら、それは資本主義社会の中で法律の中でやってる限り、やるのは自由だし、そんなところに就職して行っちゃうのはもうそいつの能力と運だからしょうがないと、あとはもう一刻も早く辞めろとしかツイートできない、でも辞めようとしても辞めれないんですよっていうふうに言ってる時点で、お前はそれは洗脳されてるってことだから、辞めようと思っても辞めれないんですよっていうことが、いかに自分が愚かなことを言ってるのかと将来分かる時があるよぐらいしか言いようがないんですね。いや辞表受け付けないとこから、いや辞表受け付けなかったら会社行かなきゃいいじゃないですか、もう本当にそれだけで、出社拒否すればいいし、辞めさせてくれないとか拒否できないとか辞表受け付けてくれないなんていうのはどの業界でもあるんですよ。俺もアニメ作った時はアニメーターが辞めたいって言ったら辞めさせてやるかって思いますけども、でも本当に辞めちゃったらもうどうしようもないんですね。もう別に闇の世界から殺し屋が来るはずがないじゃないですか。いちいち辞めるようなですね、新入社員とかですね、中堅の社員とかに何十万も払って殺し屋雇ってですね、追いかけて殺せるはずがないんですよ。コスト割れにしますから。だからもしこの番組を見てですね、いやでも俺はブラック企業で辞められないんだっていう人がいたらですね、それを他人事だと思ってですね、本当に辞められないか、もし辞めた場合の最悪の事態は何なのかっていうののベスト3を紙に書いてみてください。でその最悪の事態のベスト3が実現度がどれくらいなのかということと、辞めたらどうなのか、人間関係が破壊される、これまでの自分の努力がダメになるとかですね、周りの人間何を言われるかわからない、でもそれらのことは辞めて半年後にはかなりの確率でどうでもいいことになってると思うんですね。なので辞めて半年後の視点でなんで辞められないのかっていうことを書いてみて、もう一回それを検討してみてください。僕がブラック企業に関して思うことはそんな感じでございます。こっから先ですね、本当に面白いことがあるのは30代ですし、人生結構楽しいです。そこら辺をですね、なんかいつかちゃんといいことがあるよっていうのを期待しながらですね、楽しく生きてみてください。ブラック企業に負けずに。